どうもこんにちは、せんちゃんのよ、せんちゃんです。みなさん、今日は水曜日、11月ですね。そしたらかのや、今日はかのやはミスです。天気法は曇り、晴れ、雨、もう忙しい天気です。今日はちゃーって雨、風もすごいです。曇り、雨、天気ちょっとおかしいなす。そしたら今日はね、朝はちょっと雨ですね。カノヤは雨。そら仕事、旦那さんはお休みです。今日は仕事、みんなお休み。そしたら今日は私はね、朝ちょっと少し野菜の昨日追わないかった。今日はちょっと終わった。それ終わりました。朝10時まで終わりました。釣りは相当は寒いかったな。今日は私はね、蕎麦の作ろうかなって、今日は私そばの作って皆さんに見せたい。今はね、新しい新そばはね、まだ私もそばの作ってですね、まだ白い花です。白い花。そしたら私ね、そば粉 A コップに買いにしました。これ1キロ、2キロ、3キロですね。今日は私2つ2キロのそばの作るかな、皆さんに見せたい。皆さん、私そばはね、そばのラオスですね。ラオスはそばはないですね。よ、作ったはダメです。ちょっと似てるはあるけど、私日本に来たから、お父さん旦那さんのじいちゃんはそば大好き。そしたら5年か最初私日本に来た時、お父さんいろんな教えて、今私もお父さん食べたいとかいつも言って、そば作ってって私作って食べさせて。私はね、作るだけど、私はそばはあんま好きじゃない。まあ食べれないやないけど、まあ好きはないです。今日はけど私はそば作ってできるよ。今1回目やないよ、もう毎年何回の作って、まあ上手はないですね。みんなやり方は違うですね。今日はせんちゃんのやり方、自分で考えから作って皆さんに見せたいです。簡単ですよ、簡単。何でもね、できないじゃない、簡単。今から作って皆さんに見せる。あ、今日はね、ちょっと皆さん、私早いですね。喋る。もしかみんな言葉わからないですね。ごめんなさい。今日はね、私そば作ったわね、山芋。皆さん、山芋知ってるかな？こんな嫌な山芋。これね、生で食べれるですね。吸って、そういうね、形、食べては美味しいだよ。今日は、ちょっとね、少し、一個だけ、こんなね、蒸すで、そばの、作る。美味しいだよ。これしたらね、そばはね、もちもち、長いなるですね。長いなる。あんまりいっぱいなったら、そばの味じゃないけど、ちょっとだね、ちょっと。そしたら私はね、そばね、少し、小麦粉、これ、小麦粉少し入れて、まあみんな入れないでもいい、入れるでもいいし、私はね、ちょっと長いそば欲しいです。長いそば、まあやってみて、皆さん見せたい。今私湯見せ、ここ。今日は相当は畑は寒いので、家中の楽しい晩のご飯、いろんな料理皆さんに見せたい。これですね、今から準備ですね。
はい、皆さん見てこんなできました。今度はそばの線を作ります。これはね、みんなもできるしね。私はね、まあみんなは別の教室もいるですね。若大もいるですね。これはね、問題はね、ミス足りたら簡単の。今度は私これ機械の作るとっても簡単ですね。誰もできる。で私はね、もういつも昔お父さんは作ってこうって包丁の切ってめっちゃ大変、機械したら楽です。もう包丁切っても私もできる。また今度を遅かす前にまた包丁の切って皆さん見せたいです。こうでしょ。これは簡単です。どっちね、長い方な、めっちゃ長い、めっちゃ短い、自分で感覚するですね。あまりしはあんま長いでもいいよ。また切るからね。こんな感じね。今麺が作ります。小さい細いです。これそばの麺ですね。短い長い自分で感覚ですね。こんな感じ。あとでお湯に煮て、お湯に煮てら簡単そばできるです。今から私たくさん作ります。そばできました。そばこんな感じ。今私はね、2キロの作って、そしたらたくさんできましたですね。私分けて後で皆さんに見せたいですね。これは自分で、これは旦那さんの食べる、これはねお父さん、これはおばあちゃん、おばあちゃんの友達と2人友達、それはね別の人あげたいです。そば大好きだって。それは私はね、スープ、そばのスープ作って見せたいです。今私たくさんでいっぱい作ったから、また分けてお父さんだとみんなで、スープはね簡単ですね。魚、私魚と昆布、椎茸、だし、これ一番うまいだね。私これ入れる。これ入れたら美味しいなるよ。はい。
たん、見て皆さん見て、できましたよ。そばスープまでできました。これ山芋のむすって、そういうでそばで食べてる青です。ね、たくさんできましたよ。これ私もみかん皮とネギも準備して、そばこれこれじいちゃんが持ってくるかな。スープもいっぱい作った。こんな感じで、これはい、皆さん早いです。皆さん今日は私休み、そばの作っていようです。皆さん最高まで見てくれてありがとうございます。またせんちゃんのよ見てね。今日はお疲れ様です。そばできましたよ。아무렇지않은척아무도모르게조심하는데또티가났나봐 I'm really fine